トレーニングはね、絶不調ですね。トレーニングは絶不調ですね。なんだろうね、減量失敗してんのかな。なんだろう。謎なんだよね。ちょっと俺もよくわかってねえわ。謎でーす。減量失敗してんのかな？ん？うん。ちょっと調子悪いね。この前のスパーリングなんて結構ひどい結果で、3分3ラウンド戦えなくて、なんでだったんだろう。ちょっと原因がわかんないんだよね、自分でも。スタミナ切れ起こしちゃって。今日もトレーニングっす。今日はね、がむしゃらに走ろうかなと思って。隣の部屋から来た初見です。隣の部屋、湯川由良さんいらっしゃい。初見さん、隣の部屋からってどういうこと？どういうこと？もしよかったらフォローしてって。隣の部屋ってなんだろう。ゆかさんいらっしゃい。楽しんでて。荒野の枠から、荒野の枠から来たんだ。ありがとう。楽しんでて。ヒカルと新野町トレーニング行かなかったのか。誘われてなかったね。誘われてない。っていうかさ、超羨ましいんだけど。荒野と配信してる時に見ていて、会えてることがずるい。荒野と会いたいってこと？荒野は別に会いたいと思ったら会えると思うよ。荒野にメール送ってみなよ。金梅さんバックれたね。じゃあ多分ね、金梅さんが来るから俺誘われなかったんだと思うよ。荒野がディスってる？何、殴られたいな、あいつ。本当にディスってんの？荒野の枠行ってきます。行ってらっしゃい。本当に言ってんの？殴られたいのかな、あいつ。オフ会やるよ、来る？イエラちゃん。別に全然会うよ、いつでも。リアトッツ大歓迎だよ、俺。今日は有意義なトレーニングだった。ロンタリにブロックされた。知らないよ。
俺に言わないでよ。別に全然俺 LINE 交換し、公開してるから LINE 連絡ちょうだい。リアドツ大歓迎だよ。リアドツ大歓迎だよ。うん。東京に住んでたら全然会えるよ。うん。いやだから話聞いてねえな。うん。LINE に、まあ、書いてあるけど、LINE に連絡ください。ん？ふわっちから来た誰々ですって。名前教えて。スタンプして、スタンプくれた人と名前名乗った人だけ、申請許可してるんで。よろしく。こんばんは、みーすけ。あ、LINE、OK、OK。いつでも連絡ちょうだい。金梅も口だけ。どうなんだろうね。金梅さん、捨て頃出ないんじゃないのこれ。もしかしたら。なんか、そんな気がしてきたんだけど。なんか、出なさそうじゃねこれ。どうなんだろう。あんだけ煽っててさ。どうしたらいいんだろうね。何がしたらいいんだろう。いや、金梅さん、なんか、俺、嫌な予感すんだよね。この流れ見てると、なんか、金梅さん、出ねえんじゃねえかっていう。第1回戦、俺になるんじゃないかっていうさ。今日ご飯はね、マックのチキンと、お蕎麦食べた。セゴロ辞退するって言ってた。もう、みんな好き勝手やってるよな、本当に。本当にみんな好き勝手やってるよな。大丈夫かよ。マック行ってきます。うん、行ってら。金梅さん呪縛で捨て頃時代するかもって言ってた。だろうね。俺もそんな予感がする。多分やる気ないよ。出て開始と同時に購入して帰ると言ってました。ああ、まあ50万は払いたくないんだね、じゃあ。50万を払わずに、要は、うまくやろうと、切り抜けようとしてんだよ。賢いけど。やる気がないんだよ、マジで。いや、どうかと思うよ、本当に。それでいいのかっていう。まあ、金梅さんらしいっちゃらしいけどさ。ワード2、マリアン。らしいっちゃらしいけど。青、サファイアちゃんはどつ。どうなんだろうね。俺は出てほしいけどね。普通に戦ってほしいけど。まあ、無理だよな。闘病中だし、冷静に考えて。初見さんいらっしゃい。楽しんでって。まあ、やる気ねえんだろうな。ルナちゃんはどつ。みんなアイテムよろしく。今日の目標まで、あと14発です。よろしく。フォローありがとう。
おー、ラスプーツィン、こんばんは。いいなぁ。青山、時計もらったんだって、リスナーさんから。あ、いってらっしゃい。うらやましいよ。時計2本ももらってんの、高級時計。ずりーよなぁ。チケシさん、こんばんは。なんであいつばっかりさ、最近花火上がるしよ。なんか、物貢いでもらってよ。なんなんだよ、ほんとに。クソずるいわ。羨ましいんだけど、まずで。安手イケメンド。時計はね、ガガミラノと、あと10万円ぐらいする時計って言ってたから、まあ、ミラノ、ガガミラノクラスだと思うよ。花火ありがとう。いつきちゃん花火ありがとう。テレチャンピオン。そう羨ましいわ。テルチャンピンがガガミラノと、なんかもう一個、なんつったっけ、もう一個の方がめちゃめちゃかっこいいんだよね、見せてもらったけど。ふざけんじゃねえよ。なんであいつばっかりいい思いしてんだよ。俺は、パネライが欲しいかな。自我主義？何自我主義って。俺はパネライが欲しいかな。うん。パネライの時計高いから無理だと思うけど。何が負けたの？パネライの時計かっこいいよ。G-SHOCK？ いや、G-SHOCK はいいや。なんか、デジタル時計あんま興味ねえわ。フランク・ミューラーのライジングサンが欲しい、俺。フランク・ミューラーのライジングサンが欲しい。タグホイヤーならある？え、タグホイヤーめっちゃ欲しいんだけど。使ってないの？アルさん。タグホイヤーも結構好きだよ、俺。渋。センスいいね。なんか、みんなホスト化してるよね。囲われすぎでしょ、ちょっと。目的、あの、ゴジラ前わかる？あの映画館。ゴジラ前ついて連絡してくれたら迎え行くよ。こんばんは、TK さん。みんなさ、時計とかもらいすぎなんだって。若いやつが。風船参加ありがとう。アイテムありがとう。ずりーよ。俺もなんか一攫千金やってみてえよ。ガチガチの太い囲いに。なんでみんないい思いしてんだよ。ずりーよ、若手のくせに。もっと苦労しろよ。俺の方が面白いことやってんだろ。なんだあれ、かっこいいとか。病んでるよ、正解。超病んでるよ。闇将軍だよ。闇将軍。よくわかったね、初見なのに俺が病んでるって。わらしべ企画。まあまあ、荒野はそれくらい言ってるでしょ。あ、オフ会ダメだった。オッケーオッケー、はいよ、うん、仕事入っちゃったか、残念だね。いいなぁ、みんな。なんであんな囲われてんだろうね。すごいよね。ヒカルくんとコラボしたあたりから急激になんか女の子増えてさ。まあ、苦労はするだろうな。配信業なんて選んでるぐらいだから。でもね、ちょっと異常な囲われ方だよ、チャンピオン。ずるいよ。
シャンピンそんなイケメン、いやシャンピンはねイケメンじゃないけどちょっとかっこいいよやっぱり。あーもてなして頼むよ、群馬行かなきゃだね。俺もなんか億万長者の社長から風船100個ぐらい来ないかな。顔長いおっさん、いやでもモテるのはわかる気がする。ただ囲われすぎ、埼玉県民なんだ、うん、シャンピンスパーリング良かったよね、キレあったよね、すげえキレがあったよね。風船100個くれるの？レオ優しいじゃん。風船100個くれるんだったら花火一発がいいかな。風船100個ちょこちょこもらうより花火一発がいい。なんでかっていうと風船100個って50円じゃないの、換金率30円とかなの。だから風船100個を細かくやるぐらいだったら月に1回花火投げてほしいかもしれない、うん、できれば10発、できれば100発、できれば1000発。俺もさ、マンスリーとかさ、デイリーとか撮ってみてーよ、ほんと。うん百万とか稼いでみてーわ。うん百万とか。ちょ、みんな頼むよ、ほんとに。俺、ふわっちでナンバーワンになりてんだわ。ふわっちナンバーワン配信者になりてんだわ。多分ね、スパーリングと本番変わらないタイプだろうね。うん、でも気持ち強いわ、シャンピンは。気持ちが強い。弱くねえよ、あいつ。普通に強いと思うよ。それは分かった、見てて。弱くない。舐めたらダメだわ。なんでスタミナ切れ起こしたんだろう、前回。超謎なんだけど。あんなに動きたのにな。体調悪かったのかな。すげえ不甲斐ないんだけど。俺もっとできるはずなんだけどな。マジで情けなかったよ、前回。ごめんね、応援してくれてた人。本番では絶対最高のパフォーマンスするから。深夜中よりは多分強いと思うよ。多分。こんばんは、カエルさん。こんばんは。本番でなくてよかった。いや、だって俺と対戦してないじゃん。まあでもヒカルくんだからな、相手。ヒカルくんとやってたから、まあ、初リングだったね、俺は。体調かな。でも言い訳だよね、全部が。だって本番があの日だったらもう負けてたもん、俺。だってさ、本番同時体調悪い可能性もあるんだから。前のスパーリングの動画あるよ。ちょっと待って。前のスパーリングの動画 YouTube にアップしたから拡散してください。YouTube 貼るね。ちょっと待って。これでーす。これです。皆さん拡散よろしく。これです。炭水化物ね。いや、でもね、減量だけじゃないと思うんだよね。ただ、もっと動けるはずなんだよ。本当に。本当不思議なぐらい消耗したんだよね。いや、残念だよ、あれは。あれはちょっと情けなかったね。なんであんなことになったんだろう。俺もよくわかんねえんだよな。原因がわかんない。何だったんだろうな。スタミナもっとあるはずなんだよね、うん、
ボクサーも蹴り終わったら食いまくるからね、運動するなら糖質取らなきゃ。まあ、多分、俺、会長にも言われた、糖質取らないダメだよって。炭水化物か。ちょっとやりすぎてるかもしんないね、減量。だって俺今日腹みんなびっくりしてたもん。痩せすぎって言われた。だって2週間前の体全然違うよ。腹出てないんだもん今。びっくりするよ多分、俺のリスナー。みんな見た？俺の今の体。多分びっくりすると思うよ。2週間前と違うから。見た？みんな。俺の普段の腹の出方は知ってるじゃん。脱いだ時の。見せようか？俺の、ミーコさん、俺の普段の腹知ってる？お腹。普段のお腹。普段のお腹と比べたら全然違う。普段知ってるんだったら、今多分脱いだらびっくりすると思うよ。見たい？びっくりするよね、かぐらちゃん。本当に追い込んでるから。全然違うよ、前と。知らないか、普段の体。普段、デブデブなのね。うん。普段、デブデブなんだよ。どれくらい落ちたんだろう、体重。まいったなぁ。今日もこれから走りに行くよ。突っ走ります。一気に絞りすぎた可能性は否めない。正直言うと、一気に絞りすぎた可能性はある。何分走るんだ？いや、ずっとジョギングしながら、花火一発上がるたんびに、ダッシュ一本かますっていう枠やろうと思ってる。ずっとジョギングしてて、花火一発上がったらダッシュするっていう配信だね。いや、大振りすぎ。もう要は、毛負いすぎって言うんだけど、力が入りすぎだね。あれはもうダメ。もう見てて恥ずかしかったもん、自分で。自分で見てて恥ずかしかった。マジでなかったわ。とにかく絶不調だったよ。何もかもが絶不調だったね。やばすぎる。気合い入れてかないと。5割の力でいいっていうか、もう、スピードなんだよ、とにかく。当たらないパンチ打っても意味ねえんだよ。とにかく当てる前提で、パッて、スピードで、パッパッパッっていかないといけないんだけど、それがこうなってるんだよね。うん。コンパクトにいかないといけないのね。そう。だけど、熱くなっちゃうんだよね、どうしても。コンパクトに。もうだから、リラックスしまくって、こんなので倒せんの？っていうぐらいでいいんだよ、本当に。そう、テレフォンだったの、全部。そう。テレフォンは当たらない。振りかぶると避けやすいんだよ。うん、そりゃそうだ。あんなパン、ぶん回してたら無理だよ。まあいい勉強になったよ、本当に。
グローブで返しキックへの不思議パンチだね。まだまだいける。頑張るよ。ラスプーチン。頑張るよ、俺。応援よろしく。絶対負けないから。努力無駄にしないから。ひどい怪我はする可能性あるよ。相手もする可能性あるから。ひどい怪我よりも俺は負けることの方が怖いよ。負けたら全部水の泡だから。負けたらダメなんだよ。勝ちしか許されないんだよ。勝ったら全部が許されるの。やってきたことが証明されるの。正しいって言われるんだよ。負けたら終わり。人間は。いや、今現時点でもう寝れないよ。マジで。汗かかないと寝れないんだもん。ほんとファイターみたいになってきたよ。辛いよ、今。すげえナーバスになってるし。早くぐっすり寝たいよ。青山の動き予想外だった?いやいやいや、もともと俺は知ってたよ。反射神経のスタミナのスピードがあるのは。強いよ、あいつ。だって、俺がパルパルぶん殴った時、横から割って入って止めたかんね。喧嘩慣れしてんだよ。弱くないよ、あれ。だから、もともと前評判だと、俺なんか絶対勝てないって言われてんの。裏でやってないよ、本当に。やってない。絶対やってない。練習してるパンチじゃないもん。構えでもないし。絶対やってない。だから、単純に喧嘩慣れ。断言できる。あれは単純な喧嘩慣れ。アウトローさんいらっしゃい。どうもです。あれはだから普通に慣れてるんだと思うよ。人殴んの。自分なりの戦い方があるんでしょ。まあ気持ちも強いよね。堂々としてるじゃん。ドレさんにもタメ語だし。そうそう、天然で強いタイプよ。あの体格であんだけ動けんだからいいんじゃないの。普通に強いと思うよ。なかなかやるんだ。ゆうなちゃん、ワード2、風船ありがとう。センスだろうね。だから言われたもん、ドルさんに。お前は一番、その、フィジカルでは恵まれてないよって。今回の出場選手の中で一番体格的にも体力的にもフィジカル。うん。で、恵まれてないのはお前だよって。うん。俺が一番センスがない。センスもないし、体もできてない。それが現実だよ。それが僕です。でもやるしかないからね。身の程を知ったっていうか、俺別に自分が強いなんて言ってないよ、最初から。なんか勘違いしてる人いっぱいいるけど。俺自分が弱いのなんか自覚してるよ。パラレスさん、こんばんは。楽しんでってください。俺強えなんて言ったこと一言もないよ。なんか勘違いしてる人いっぱいいるけど。分かっててやってるよ。だから練習してるの。でもさ、みんなさ、格闘家じゃないんだから、同じ条件でやってんだから、へこむよ、やっぱり。今日、今から走り込み。
今からです。寝る前の。今から走り込みです。みんな格闘家じゃないじゃん。格闘家なのどれさんだべじゃん。まあ、辛抱はしたと思うよ。俺自身も。だけど、勝てないんだったら辛抱しても意味ないじゃん。だったら練習しないのと一緒じゃん。うん、負けたらさ。そう思わない。俺は努力なんて意味がないと思ってるから。勝つやつが正義なんだよ。勝つやつが正義。負けたやつは何も言う権利がないんだよ。誰も信じてくれないんだよ。勝ったら何でもいいんだよ。そいつが正義なんだよ。そいつがやってきたことが全て肯定されるんだよ。それが戦いだと思うよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。